さあ、おはよう。頑張ろう。前回は、23最大化の1階条件と2階の条件を通じて、最適化問題の1階の条件と2階の条件を使って、23最大化問題を解きました。それで、リクロ経済学で皆さんが習ってきたいろんなグラフのね、グラフをその数学的に導出して、その数式とグラフの関係についてやりました。今日はですね、前回の20最大化に引き続きまして、前回は完全競争企業の20最大化でしたけれども、今日はですね、独占企業の20最大化の問題を解きたいと思います。これが第、9章九章の10ページ。まず最適化問題を解くときには目的関数を、最初に書かなくちゃいけない。で、企業の利潤最大化問題の目的関数は利潤 π で、これが収入引く費用、収入はプライスに生産したクオンティティをかければ収入で、費用は生産量クオンティティの関数で決まる。こうやって完全競争の時には、定式化したわけですね。で、収入、英語でレベニューと言いますので、今この PQ を収入関数とすると、R というのはプライスはこれ所要ですから、完全競争の場合はクオンティティの関数になる。こういうふうに書けるわけですね。収入関数を使って R イコール PQ です。これがコンティティの関数というふうになる。で、こういうふうに書く利点はですね、こういうふうに書いてももちろん前回の問題そのまま解けますね。これを Q で微分して収入の1回微分が P になるわけですね。だからファーストオーダーコンディション1回の微分は R1 回微分の C1 回微分が0ということになりますね。ということは、1回の条件は R の1回微分、これをマージナルレベニューと言いますね。限界収入、費用関数の1回微分が限界費用と呼びますので、1回微分の結果20最大化条件はマージナルレベニューがマージナルコストと等しいという。ただ、レベニュー関数が PQ で与えられていて、完全競争の場合にはプライスが所要で一定なので、これマージナルレベニュー R を Q で微分したものはこれは P ですね。ここが P ですので、P イコール MC という有名な、利潤最大化の条件が出てくる。で、今後はですね、この PQ と書かずに収入を R と書いてクオンティティの関数というふうにして、で、マージナルレベニューイコールマージナルコストというふうにして、この独占企業の問題の定式化をします。なぜかというと、マージナルレベニューイコールマージナルコストという条件は実は独占企業
競争企業関わらずどちらでも成立する1回の条件なんですね。いやそれはそうだよね。今これを PQ という形を特定化しないで収入という非常に一般的な形にしましたね。独占企業だろうが何だろうが収入はクオンティティの関数になるはずですね。独占企業がどれだけ生産したかによって収入が決まるはずです。ですからこれは非常に一般的な条件なんですね。完全競争企業にも独占企業にも使える一般的な条件で、これがマージナルレベルが完全競争の場合には P になるし、これからやる独占企業の場合には P にならないんですね。このマージナルレベルのまま問題を解くことになります。ということで、独占事業の問題に今の問題を拡張すると何が変わるかというと、独占企業は価格をコントロールできるんですね。どうコントロールできるか、まあみんなの需要を伺いながら、僕が例えば一人でこのレーザーポインターを供給してて、世の中には僕以外レーザーポインターを供給してないとすれば、僕は自由にこの価格を決めることができますね。競争相手いませんから。そしたら、まあ、どうするかといえば、おおよそみんなの需要を観察しながら、このくらいの値段をつけたらこれくらいの量を売れるだろうなという予想をしますね。それで値段をつけますね。ということはみんなの需要を観察するということは、みんなの需要関数を考慮するということだよね。みんなの需要はどう決まるかというと、需要量、クオンティティ、まあ、生産量もクオンティティですが、まあ、最終的にはみんなが需要する量というのは私が独占企業が生産した量なので、今 QD と QS で分けませんけれども、まあ、クオンティティ、需要量は普通需要関数で価格に依存して決まりますよね。で、独占企業の場合にはこの価格を自由に決めることができて、僕が P 円と設定したらみんなの需要量がだいたいどれくらいって分かるわけだよね。それによって僕は生産を決めるわけですよ。ということはここの P 円、自分で僕が設定できるわけですが、どう決めるかというと、まあ、需要関数を考慮して決める。つまりこれを見て P を決めるわけですね。ということはみんなの需要を見て P を決めるということは、この逆関数を考えればいいわけですね。これを P について解きます。例えばクオンティティがマイナス 4P プラス5だったら、これを P について解くと、P イコールマイナス4分の P マイナス4分の5になりますね。違う、プラスの4分の5か、9です。あ、はい。こうなりますね。これがこいつの逆関数ですね。これをこう書きます。このこれがこの関数ですね。この関数とこの関数が一緒ですね。それを一般的に書いたのが Q は P の関数。これを P について解いた関数をこう書きます。これは D のマイナス1乗でも D 分の1でもありません。ただ元の関数の逆向きの関数だよ、元の関数を P について解いたものだよという意味ですね。こっちの関数で解いた、こっちの変数で解いたものだよと、当然逆ですから Q の関数になりますね。これ見ると Q の関数になったんですね。 P は Q の関数、それをこういうふうに書きます。結局私たちは需要を見ながら価格を決めると言いましたけれども、需要を見ながら価格を決めると言いましたが、それはこういうことです。みんなの需要を見ながら P が決まるわけですね。その P をあそこにぶち込めばいいわけですね。こうすると、
はまあ PQ プ CQ というのはここにあの P をぶち込むと、まあこれをね今後 PQ と書きましょう。こう書きましょう。 D-1 で書くと分かりづらいから、これだからこれを逆次を関数と言います。ちなみに逆次を関数、需要曲線を逆さまに、需要関数を逆さまに取るやつです、まあ、これもこれもですね、これも逆次を関数、PQ 逆次を関数、これを使ってこれをあそこにぶち込んでこう考えます。ここが逆需要関数です。やべ、もう腹減って、血糖値下がりすぎて体が震えてきた。お腹空いた。そして糖分が減ると脳は糖だけがあのエネルギーですから、体は血糖値が下がって糖分がなくなっても脂肪をあの分解して、糖エネルギーとすることができますが、頭はもうぼーっとしてきてね、何も考えれませんから、今日はもう授業が成り立たないかもしれません。休校にしましょう。え、休校にしましょう。休校にしようか。いいね。そうすると最後が辛くなる。まあ最後は諦めてもうここまでしちゃえばね別にいいんだけど、今年はここまで。さて、ここの PQ が収入でしたから、これこそが R なんですね。 R するとこれ全部 Q の関数ですね。プライスも Q の関数ですから、これはもっと一般的にこう書けるわけ。限界収入イコール限界費用というふうに書いてあるものがありますが、実は限界収入イコール限界費用というのは独占企業だろうが完全競争企業だろうがどっちでも成立する一般的な条件です。で、それを完全競争企業の特殊ケース R が PQ と
になってね、 P が定数の時だけマージナルレベルが P になりますので P イコール MC。 独占企業の場合にはここが定数じゃありませんから、当然 R を Q で微分するともうちょっと複雑な式になりますね、というふうになりますので、ここでちょっとじゃあ、まあ、上は残したままこっち消して微分しようか。じゃあこれを、微分しますが、ですからここからがファーストオーダーコンディション1回の状態です、そこでいきますと、レジュメでいくとここですね、1回の条件。当然これを微分すればさっきの式そのままですね、一応まあ一般的な式のまま書いてある R、C、これが0だったら、ファーストオーダーコンディション成立しますね、傾きが0。これじゃあちょっと解いたことになりませんので、先ほどのこっちの式ですね、ね、独占企業の場合プライスがクオンティティの関数になって、 PQ というのがこの R の中身です。で、あの PQ を微分すると、積の微分になってますね、何かける何で両方 Q が入ってますから、P 微分 Q そのまま足す P そのまま Q 微分、 Q 微分したらなくなりますね、引く C プラス Q、まあ、つまりこれがマージナルレベルになりますね、限界収入。まあだから1回の条件は MR イコール MC だけど、 MR の中身がちょっと違うわけですね。MR イコール MC の式、ちょっとこちら側にもう一回書き出してみますと、こうなるね、これが MC。 そう、これ完全競争均衡、あ、完全競争市場の企業の利潤最大化問題と非常に似てますね。なぜならここが P です。 P イコール MC でしょ、完全競争。何が違うかというと、この分だけ修正が入るということですね。すると P の1回微分というのはこれ逆需要関数の1回微分ですから、符号わかる？
P ってのはどこから来てるかというと、受容曲線の逆向きだよ。受容関数の逆関数だよね。受容関数っていうのは横軸に P、 縦軸に Q の関係ですね。その逆ということは縦軸が P、 横軸が Q ですね。そうだよね。これって何？カズさん、このグラフ、横軸が Q、 縦軸が P、 よしふみ、受容曲線ですね。縦軸が P、 横軸が、本当は受容関数っていうのは縦軸が Q、 横軸が P じゃないといけないんだよね。こうでなくちゃいけないですね、本当はね。で、P が与えられたら Q が決まるのに、経済では価格は縦軸に取るというルールがあるから、本当は独立変数が P なのに、この関数をあえて縦軸を P に変えてるわけですね。でも実はこれこそが縦軸を P として P イコール PQ と書けば、これ実は逆受容関数なんですよね。 Q が決まったら P が決まる。経済学では逆ですよ。経済では縦、本当は横軸にある P を縦軸に取ってるから、本当は P が決まったら Q が決まるというのが受容関数です。それを逆向きにしただけ、 Q が決まったら P が決まる。同じこれ関数ですから、これ縦軸と横軸に繰り返しただけですから、実はこれはまさに受容曲線のことなんですね。と、受容曲線のこれ傾きですよ。ただマイナスだよね、普通ね。これがということは、まあ、P イコール MC にちょっとマイナスの部分が修正として入るということですね。ここがマイナス。受容曲線の傾きと同じですね。今私が説明したことをここにまとめてあります。完全競争企業の収入 PQ を R と置けば、二重最大化の条件は MR イコール MC となりますね。そうすると独占企業の二重最大化条件と、まあ、完全競争企業の二重最大化条件が一致する。ただし完全競争の時は MR が P だったのに対して、独占企業の場合には P 足すこの修正項 P プライムかける Q が入るんですね。いずれにしても収入関数を特定化しないで R イコール R カッコ Q というふうに書けば、完全競争、独占競争市場どちらでも使える1回の条件となるということですね。だから MR イコール MC というのが一般的な条件ということになります。さて、それでは、以上のこの二重最大化の条件をですね、またグラフに表してみて、ミクロ経済学で多分皆さんが授業中にグラフで習ったと思うんですけれども、そのグラフとの関係をここから確認してみましょう。
まず、横軸にクオンティ、縦軸に、プライスを書くと、需要曲線がこうなりますね、右下に。分かりやすいように直線で書いていくんですね。これが EP 需要曲線です。じゃあ今度、今これをグラフに書いたわけですね。今度これをグラフに書いてみましょう。限界比を。限界比を MC が、C'Q で与えられていて、比を関数の傾きで与えられているわけですね。まあ、限界比をは、生産が1単位増えたとき、比を が何 n 増えるか、n ですから、これも Pn のこの座標軸に。縦軸に MC 取って横軸 Q に取って MC をグラフに書いてやると、前回比を関数はこんな風に書いてるね。逆 S 字型、ね、すると限界比はだんだんこの傾きですからだんだん減っていくんだよね。で最小点に行ってまた増えていくんだよね。だからこの大きさをここにプロットしてやるとどうなりますか。この傾きをここにプロットして、例えばこの最初の傾きが3で、次の傾きが2で、1で、ここが 0.5 で、ここでまた傾きが3、4、こう増えていくわけですね。そうすると、例えばここが3、2、1、0.5 でまたこう増えていくわけですね。だからこんな風になりますね。でこの MC 曲線って別名何でしたっけ。読山先生、限界比を曲線は別名なんだ。これは何になるんだ。 P イコール MC という基準最大化条件の完全競争の時、そうだよね、供給曲線だよね。価格が P が与えられた時にここで生産量が決まるという、これ、MC 曲線は P イコール MC で供給曲線を表すんですね。まあ完全競争市場、完全競争企業の時の供給曲線ですね。
供給状況です。特に前回2回の条件をやって、この傾きが正の部分だけが供給直線だよってやったよね、ここのね、ここの部分だけが供給直線。負の傾きの時には利潤最小化になっちゃうんだよってやったよね、2回の条件やってね。さらにここに AC 曲線とか ABC 曲線書くと創業停止点とか損益分岐点になるよって話しましたね。まあ、ここまでが、この今1回の条件のここを書きました。これとこれを書いたんですね、グラフにね。じゃあ最後にここを書こう。ここを書くんじゃなくて、これ全体を書こう。最後にマージナルレベル全体をグラフに書こう。縦軸に限界収入。限界収入っていうのは生産量が1単位増えたら収入が何単位、何円収入が増えるかと円で測りますから、同じ座標軸にやっぱり取れますね。さあこのグラフ書けますか。このグラフの書き方はこうです。ちょっと見ててください。 P のグラフはそこに書いてあるね。 P にマイナスの項を足すんだよね。で今まあ需要曲線の傾きはマイナスずっと一定だから、これは一定のマイナスの値ですね。例えばマイナス2みたいな。それにクォンティティの数をかけますから、クォンティティが大きくなればなるほど P よりもマイナスで下がんなくちゃいけないんですね。わかる？ P が0、クォンティティが0の時には P プライムかける0ですから P イコール MC が成立して、だからあの式は、まあ、MR 黄色ですから、ここ黄色で書くとこういう風になっていきますね。クォンティティが大きくなればなるほどマイナスかける大きいクォンティティの数ですから、この乖離がマイナス分が大きくなるんですね。 P よりも小さくなる。これが、下に書いたら後で邪魔になる。これが MR の、今のところ言ってることがちょっと分かんないって人正直に手ある。大丈夫ですか？だからまあこの差がちょっと書き込むとごちゃごちゃになっちゃうけど、この縦のこの差が、この差が、P プライム Q かける Q になりますね。 P よりもこの分低くなるんですね、 MR はね。さて完全競争市場の、ごめんまた書いてるね、ちょっと、あ、腹減った、やばい、どれくらいある、まだまだある、きれい、確かこんなとこまで来るのか、たまらんな。はい、いいですか。完全競争均衡はどこでしょうか、日高君。完全競争均衡、うん、MR イコール MC だから、そこの交点ですか。 MR と MC の交点、残念。完全競争市場、あ、完全競争市場の、うん、ですか、うん、ってことは MR が P だから、
そうだよね。P イコール MC だよね。だから、例えばここにクオンティティ生産量を決めると、まあ完全競争の場合プライスが先に決まるから P から見ていくのか。このプライスだったら需要量がここ、生産量はここですから違いますね。需要と供給が一致しませんね。で見ていくと、ここが完全競争市場の均衡、Q スターになります。そしてここが、P スター、これは完全競争市場で決まる、生産量と価格です。じゃあ皆さん、独占企業の独占市場の場合の均衡をグラフで表しています。さっき日高君がもう言ってくれたんだけど、では拓磨君、独占企業の場合は MR、 そうだね、 MR イコール MC のところで何が決まる、生産量が決まるの、価格が決まる、両方決まるっていう、ちょっと意味深な質問をするとね、分かりづらいね。実は MR イコール MC で決まるのはこれ全部クオンティティの関数ですね、両辺ね。だからこれを解いて決まるのは Q スターですね。だけどまあ今モノポリーの時の Q スターですから、完全競争と分けて QM と、 QM の値がモノポリーの時の均衡取引量が決まる。価格はどこで決まるか、さっき意味深なことを聞いたの、そういうことです。ここで価格は決まりません。なぜか、なぜならば価格は何で決まるかというと、今逆需要関数から独占企業が生産量 Q を決めると、それに応じて皆さんはプライスを、それに応じたプライスを独占企業は設定することができるんですね。ですからここに QM を代入した P の値、つまりこのグラフですね、 Q スター M が与えられたら、ここで独占企業のモノポリーの価格が決まります。ここはちょっと難しいところですね。間違えてここってやっちゃうと×です。価格はあくまでも独占企業の場合逆需要曲線から決まりますので、ここで決まるんですね、価格はね。逆需要関数、まあ、つまり需要曲線ですね。需要曲線にクオンティティを代入した時のプライスを設定することができる。そうすると、この結論から何が言えるかというと、独占企業は生産水準を完全競争市場の時よりも低く、わざと低く、生産を抑えることによって、価格を釣り上げることができるんですね。価格を釣り、完全競争の時より高くして、でそうすることが独占企業にとってより利潤が高くなるということです。これが今利潤最大化の条件ですから、完全競争市場のこの生産量でこの価格で売り出す時よりも、独占企業はこうすることの方がもっと利潤が高くなるということです。この時には利潤最大化条件成立しませんか。だから独占、もし君たちが何か新しい新商品を開発して特許を取って、特許期間中独占を行使することがね、法的に認められるならば、普通だったら独占禁止法によって、皆さんが知っている通り完全競争市場の時パレート最適になりますので、市場はできるだけ完全競争に近いように、法整備がされているわけですね。独占禁止法とか、まあ、貿易だって自由貿易になり、まあ、トランプみたいな人もいますけれども、そういうふうにルールが設定されているんですが、そうしてしまうと人々が、多額の
R&D 開発投資をして、新商品とかを開発する意欲がそがれてしまうよね。自分が開発したものがみんな独占できないで、他の人がバーッとテクノロジー使い出したら、技術開発のための投資が回収できませんので、何か新商品を開発した時のみ、特許によって何年間か保護されますね。皆さんの独占的権利が保護されますね。その期間はお人よしになって完全競争市場の、銀行価格と、生産量をするのではなくて、わざとですね、生産をちょっと抑えて、価格を釣り上げることによって、完全競争市場の時よりも独占企業は利潤を多くすることができて、まあ、投資を回収することができるということになります。よろしいでしょうか。まあ、独占企業の場合は普段2階の条件までやりませんけど、このグラフ確認はね、もうこの辺で終わりにしておきまして、次テキスト291ページの、物品税収入の最大化モデルについてちょっと解説をして、どんどん先行こう。これは全部は解きません、全部は解きませんけれども、まあ、教科書を読むのに、支障のない程度に、差し障りのない程度に、解説をしていきます。もう私もこの講義ノートを作った時以来久しく教科書を読んでませんのでこの物品税収入の企業のセットアップがどんなだったかよく覚えてませんけれども、正直、多分ね、皆さんは初めてこう読むとなんかごちゃごちゃごちゃっとしてモデルの外観がつかめないと思うんです。だから、これも普通の、まあ、今まで皆さんがやってきた企業の利潤最大化問題と同じ手順で解けるよということを示すために、モデルを少しこう分かりやすくですね、セットアップしてあげてます。で、ここの企業はですね、独占企業の、設定になっています。どんな企業だったかよく覚えてません。それで、要するにテキストに書いてある、このマイナスアルファですか、アルファ球次乗プラスベータ球で、アルファとベータが正のパラメータですね、正の定数ですの、この式が、まあ、いわゆる収入関数です。ということは収入関数というのは P×Q ですから、これが P×Q に分解できるということですね。これが、まあ、PQ なわけです。そうするとこの問題の解き方はどうなるかというと、まあ、いちいち分解しなくても問題解けるんですけども、マイナスアルファ Q プラスベータかける Q と、こういうふうに分解することができますね。つまりこれこそが、これが逆需要関数ですね。関数は、まあ、書くのもめんどくさいので、迷惑を出しちゃいますが、こうですね、逆需要関数 P はマイナスアルファ Q プラスベータであることが分かる。そうするとこれマイナスアルファで Q と P は逆の関係に、負の関係にありますから、ちゃんと需要曲線の、負の傾きになりますね。 P
P を1回微分するとマイナスになりますから、需要曲線の性質を満たしてますよっていうのがそこに書いてあります。ちなみにこれは需要曲線、縦軸が P、 横軸が Q の関数ですが、需要関数といった場合、需要関数はこうですね。プライスが与えられた時にクオンティティがどう決まるか、だからこれを、Q について解けばいいですね。 Q について解くとマイナス、めんどくさいのでそこにいながらアルファ P プラス、アルファ B、これが需要関数なんですね。これが、まあ、需要関数 P、 こういうモデルの仕組みです。これを理解して、問題解くと、今まで通りすんなり解けるはずです。まあ、理解しないでも めくらめっぽう、ただR-C ってやって、微分して1回の条件を求めて普通に解けますけれども、まあ、こうした方が理解が深まると思います。あとはですね、やはりテキストのいろいろ応用問題解いているのに、必要な知識として費用関数についてちょっと解説しておきましょう。基本的にはね、もう皆さん最適化問題は目的関数を設定して微分して0と置くだけですから、もうどんな問題でも解けるんですが、やっぱり経済の問題を解くことになると、そのマージナルレベニューって何とかね、逆需要関数って何とかさ、言葉をいっぱい知らないと、その与えられた問題のをこう式に置き換えることができないよね。で、今費用関数を単に C というふうに表してきたんですけども、問題の設定によってはですね、費用関数を長期の費用関数と短期の費用関数にきちんと分けて考えなくちゃいけない時があります。そういう、まあ、言葉の補足説明ですね。言葉さえ分かってしまえば、あとは普通に目的関数設定して微分イコール0でいいので、ここではモデル全体を見ずに言葉だけの説明をしますが、まず短期の費用関数というのは、例えばですね、私が、豆腐屋さんを始めたとしましょう。そうすると、始めるときにはね、店舗の改装とか、最初にその豆腐を作るための機材を買ったりとかっていう初期投資にいっぱいコストがかかりますね。で、1年2年でやっていくに従ってうまくいかなくて、お父ちゃんもお豆腐屋なんてやってらんないよ、店閉めようよって言われたら、いやいや、うちはまだね、この間店の改装費用からその最初に初期投資いっぱいして全然コスト回収できてないよ、というように、短期的にはその固定費用と言われるね、短期的には、固定費用、フィクストと言いますが、これが、これを考慮しないといけなくなりますね。ところがさ、30年も40年もお父ちゃんお母ちゃんが豆腐屋をやって、君たちが後を継ぐ頃になってね、いや僕は豆腐屋なんか継ぎたくないと、西南学院大学出て豆腐屋なんか継いでどうすんだって君たちが言って、金融機関に俺は勤めたいんだって言って、じゃあお父ちゃんもう豆腐屋閉めようかって言ったら、もう30年40年ぐらいの長いタイムスパンになると、さすがに最初の開店時に店を開くときに、費やした費用なんてもうどうでもよくなるよね。多分資金も回収されてるだろうし、もしくは30年40年の長いタイムスパンで日割り計算するとそんなのビビったるものだよね。だから長期の、
費用関数っていうのは長期的に見ると、日々のランニングコストだけ考えればいいわけですね。つまり、生産を今日はいっぱいしたから大豆いっぱい仕入れた、そのために、光熱費もいっぱい使ったみたいなランニングコスト、これを可変費用、長期的には可変費用だけでよくて、短期的には固定費用と可変費用の2つを考慮しなくちゃいけないじゃないですか。これをバリアブルコストと言います。正しい発音で言うとバリアブルか、バリアブルコストで、VC よく書いて、こちら側はフィックスコストなので FC とか言います。で長期費用は、まあ、可変費用 VC だけでいいわけですね。でこれ、まあ、可変費用というのは要は、クオンティティの関数になるわけですね。ランニングコストですから生産量に依存する。短期の費用関数は、こっちに書くとまあ、バリアブルコスト、こう書こう、バリアブルコストっていうのが関数ですけど、バリアブルコスト足すフィックスコストになるんですね。これはクオンティティの関数ではなくて定数ですね。あの式見ると上の費用関数はここの3つの項が Q の関数になってますが、ここに定数項がありますね。だから定数項がある場合はこれ固定費用があるという。下の費用関数を見ると全部クオンティティだけで、生産量クオンティティが0だったら費用も0になりますね。これは固定費用がないケースので、ないケースなので長期の費用関数になります、まあ、ロングランコストということで CL というふうに書いてますが、従いまして、何か問題を解くときに可変費用が必要な場合には VC から総費用から固定費用、定数項を取り除いた部分です。定数項を取り除いたここの部分が可変費用になります。まあ多分ここの問題は前に皆さんにお話ししたこういう限界費用曲線があったら、ここに平均費用と平均可変費用という式が書ける、あのグラフが書けるんだよっていうのを、多分式で練習問題で平均可変費用のこのちょうど最小点を MC が通過するということを示しなさいみたいな問題が練習問題で多分あると思うんですが、AVC のこの最小点を通るということは AVC を微分して0と置けばいいんですね。最小化問題ですから。ちょっと AVC を微分して0と置くには AVC が何かが分からないといけませんね。アーバレッジバリアブルコストですから、当然バリアブルコストを生産量の個数で割れば平均可変費用が出ますね。AVC が。これを Q で微分して0と置いたところが MC と一致するということを示せばいいわけですけれども、バリアブルコストというのは今やったようにコスト全体からフィックスコスト D を引いた部分ですね。でそれをクオンティティで割ったものが平均可変費用 AVC になりますよ。この辺の言葉の定義が分かれば、練習問題は全て解けるはずです。はい、ということで質問ありますか？ありませんか？ありま、なかったら295ページまで読んで練習問題94をやってきてください。さあいよいよ、セクションを改めましてマクローリン級数とテイラー級数に行きましょう。疲れた？大丈夫？全然いける？どう、タイガー？全然いける？ちょっと疲れた？
お疲れの顔してるね。僕も腹ペコだよ。さあ、しかしここで体を動かせば、今糖分は体からなくなってますので、どんどん脂肪が分解されて、日高くんに勝つですね。僕の条件も同じなんで。そうか、お互いに苦しんでるだけで。そうか、でも動いてない。今座って脳だけ動かしてるやろ。脳は脂肪は燃焼しないから、糖しか。黒板僕が消しましょうか。え、黒板僕が消しましょうか。僕が何、黒板を消しましょうか。お願いします。ね、ホワイトボードにしてくれないんだよね。髪の背中も違う。さあ、ではここからちょっと、今までの話からガラッと変わりまして、これまで皆さんが、学んだことのない新しい数学を学びます。ちょうど行列の時のようにですね、全く新しい数学を学びます。今はね、これが何に役に立つかわからないと思うんですが、一通りですね、マクロ円周数とテーラー周数を、4、5ページにわたって勉強した後、テーラー展開という、まあ、テーラー周数という名前とちょっと似てますが、テーラー展開というのを学んで、その後ですね、N 自動関数テストという、あの2回の条件では最大か最小か区別がつかなかった問題あるよね。あれが、つかないときは3回の微分、4回の微分っていうふうに、微分の回数を増やすことによって増減表を書かなくても最大か最小かを確定することができるテクニックがあります。それを、そのテクニックの根拠となるのがこのテーラー級数、まあ、テーラー展開を使うんですけれども、その基礎となるマクローリン級数とテーラー級数の話をまずして、で、多分自信会ぐらいに勝間君がすっごい嫌そうな顔してるけど、どうしたの、マジかよって、俺全然興味ねえよみたいな顔してますけれども、このテーラー級数というのはですね、まあ、テーラー展開というのに話がつながっていくんですが、テーラー展開というのは実はすっごい有力な数学で、ね、日高君。はい、ね、いろんなところに出てくるよね。君前勉強したって言ってたよね。もう大体のことは何でも出てくる。本当かよ。じゃあどこで出てくるんだって。極限を取る時がすごい助かりますよね。極限を取る時、極限を取る時に助かる。よくわかんないけど、まあそういうことにしとこう。まあいろんなとこで出てきて、この授業で使う用途以外にも、例えば、まあ、これ近似計算によく使うんですね。で、近似計算の時にテーラー展開使えるんですが、ほらこんな風にして電卓なしでルートの計算も近似計算何桁でも細かく出せるんだよみたいなことをちょっとここでやってみたりしたいと思います。他にはですね、まあ、もし皆さんがプログラミングをやりだしたら、まあ、普通プログラミング言語にログの計算ね、ログの10とかってやるとすぐ答え出してくれますけども、まあ、ログの10は A が10だったら1ですけれども、例えば自然対数で T が E の時のログの10は何かとかね、計算するときに実はコンピューターの中でテーラー展開をして、こう近似計算をしてこれを出していったりするんですが、まあその辺の話も含めてね、いろんなところで応用できるので、これを知っていると将来なんか大人になってからちょっと理系の教科書を読む必要が出てきたなって時に、あ、そういえばこれやったよみたいなね、役に立つと思います。さて、でですね、級数というのは、あ、定義忘れちゃったよ。随分昔やったら級数って何だったの。なんか規則正しくこう足し算で、なんていうの、級数って言ったかな、まあ、こんなふうな形してるのが多分級数でしょ。ですごいいい加減ですが、今ですね、マクローリン級数という、ある一定の規則に従った級数を定義したいと思います。だからこうなんかある一定の規則に従ってこう項の足し算で示される
式をマクローリン級数というんですけれども、そのマクローリン級数というのを定義したいと思います。今ですね、元の fx が i に与えられていたとしましょう。 a0 これさ、非常に規則正しいよね。 x のこれ0乗だよね、プラス a1 の x の1乗だよね、A2 の X の2乗で、AN の X の N 乗がそこに書いてある、ここが0乗は1だよね、 X の1乗は X だよねっていうふうな式と一致しますね。だから非常に規則正しい和の形になっています。これをですね、別の形式に書こうと、全くこれと同じものを別形式で表現するというのがここの目的です。目的が何か分からないと何やってるか分からないから、この式を別形式で表現しよう。その別形式の一つがマクローリン級数という形です。またまた別の形式がテーラー級数という形です。あれ、今日全然俺宿題丸つけてね、間に合う。練習問題とかね、これをマクローリン級数で表しなさい、表してみて式展開してこうやって計算していったら元の式に戻っちゃったって言ったら、それは当たり前のことなんですね。おかしくないので、堂々巡りになった時にあれと思わないよね。じゃあ、今マクローリン級数を定義するためにこれを1個ずつ全部微分していってください。 f プライム x、 f プライムプライム x、 3回微分までやってもらうかな、3回微分までやってもらって、ある程度規則が分かるようになったら、最後 N 回微分のやつを下に書いてみてください。その間に僕は宿題の丸付けをします。よっしゃ、前回、前回回答86の回答を前回渡しそびれたんだね。全員にだから86の回答をつければいいのかな。
はい、野見山くん2回分合格。あ、86も必要か。はい、タイガー君の合格ですね。いや、ちょっと寝ぼけてて。あー、面白い。93は5がねえぞ。5 1 2 3 4。まあいいや、めんどくさい、混ぜちゃう。じゃあ次回ちょっと計算のことやっていきます。急にもやったりな、知れない生回答の裏紙使って。いや、近くにあった紙取ったらまさかそうとは思わなかったんで。それじゃあ後で困るやろ。いや、もうあれなんですよ。何ですか、あのコピー機でこうトレースしてもう入れたんで。あ、パソコンに入れてんの。あ、はい。93が、1、2、3、4、5。あ、吉組くんが、あれ、吉組中にもらった。じゃあ86がババになっちゃったんで、次回綺麗なものでしたね。一応これ渡しとくね、必要だと。でもう一個86が見たとして、今度 A3 が残る。
て A4 の X 乗プラス AN の XN のマイナス3乗といくと、もう規則が分かりますね。F の N 回微分は1回微分すれば1定数項1、2回微分すれば次乗のところが消えて、N 回微分すると N 番目の A の N 乗だけが残りますね。他のところは全部消えますね。ここまでいいでしょうか。定数微乗の全部青いとして、なになに、要は2乗のところを微分したら FN で、π、1から N までついちゃいます。うん、これなんか間違えてる。一回微分すると微分したら降りてくるんじゃないですか。 2A2X。 あ、そっか、係数を忘れてた。階乗がないのね。 N の階乗なのね。そうだよ、君たちの賢い。もうめんどくさいな。N の階乗って書いてもいいよね。それとも、こうやって書いてもいいかな。N マイナス1、点点点、2、1。で、そうか、じゃあここも全部係数があるやん。1回微分すると、2で、3で、N、ここが2で、3×2 で、4×3× ですね。 4×3 で、ここが N×N-1 ですね。ここが3の、もうめんどくさいんでごめんなさい、3の階乗。ここが 4×3×2、N×N-1×N-2、 これこうなりますね。これに、はい、で、次のページへ行きますが、この式を0で評価します。この微分した X にここに0を代入します。ここに0を代入します。そうすると、また皆さんそこに書いてほしいんですが、この X の項が全部消えるよね。 P、 X が入った項が全部消える。 P で、X が入った項がで、こうなりますね。ここまでかな。そうすると、この式より A1 は、まあこれ2の階乗、3の階乗、N の階乗ですから、ここは1の階乗と考えれば、1の階乗分の F プライム0だし、ここから A2 は2の階乗分の2回微分に0評価だし、A の3は3の階乗の F の3回微分の0評価だし、 FN は違う、 AN は N の階乗を F の N 回微分の0評価ですね。こういうふうに書き換えること。ここまでいいですね。そしたら、この A1 が今これと等しくて、ね、
がこれと等しいわけですから、これ全部この元の fx の式に代入してやると、まあ、このマクローリン級数という別の形式に、これイコール fx イコールの式を別の形式に書き換えることができますね。これがマクローリン級数です。0の階乗は定義から1ですね。数学の定義から1です。で、1回微分ですから0回微分ということで、微分しないでここに0を代入すると A の0が出てきますね。足す A の1は今これですね、1回微分 A の2は2回微分、ここに x 入れます。今これ係数だけですから、係数に x の1乗を入れない。足す2の階乗の x の2乗、足す3の階乗 x の3乗、足す別の形式に書き換えること。ちなみにここは x の0乗をここ入れるともうすごい規則正しい式になりますね。0、1、2、3、まあ普通教科書ではもうここは単に A0 って書いてあることが多いかもしれませんが、これが、マクローリン級数という表現方法です。元の式と全く同じだけどね、同じ fx を表しています。つまりこれは多項式 f、多項式 fx の係数を微分係数の x イコール0で評価します。したもので書いたから日本語おかしいかもしれないけど、多項式 fx の係数をこの fx の微分したものを x イコール0で評価したもの、こいつでまあ係数を表した式ですね。ちょっと日本語おかしいみたいな格好書きしておきます。わかりやすい。これはマクローリン級数と。あ、導関数って書いておけばいいのか、その理解なんか展開に用いた導関数を x イコール0で評価したものですね。こういう時、元の多項式を、まあ、そのレジュメに書いてあるように x イコール0で展開したという言い方をします。元の fx を x イコール0で展開して級数展開したと言います。じゃあ、例としてですね、そこの297ページ例1の、式の
この式をちょっとマクローリン展開してみてください。でずっと計算していくと元の式に戻るはずです。堂々巡りになるはずです。なぜならマクローリン展級数は同じだからですね。元の式楽しみにしていてください。今日は切りがいいのでここで終わりにしましょう。おしまい。